マクレレは、アフリカ系ブラジルの格闘技のようなダンスである。グループがホダという縁に集まり、縁の外にいる人たちが歌ったり音楽を弾いたり、縁の中の二人が戦ったりする。ダンスをするものは60センチぐらいの長さグリマという木の棒を持ち、グリマを腰の高さで3回打ち、4回目を頭の上で打つ。棒の打ち方のフォームにはいくつものバリエーションがある。 伝統的な衣服は草から作られたスカート。現在、マクレレはカポエーラの団体においてよく演出されている。マクレレの起源ははっきり知られておらず、いろいろな説がある。アフリカからブラジルに拉致された奴隷がマクレレのことをブラジルに伝えたとされている。よく知られているアフリカの伝説によると、マクレレはアフリカの男性であり、 彼は一人で他の部族を木の棒のみ打ち勝ったとされる。マクレレは他の伝統的アフリカのククンビというダンスと関係があるとされている。20世紀の前半、マクレレがほとんどなくなり、20世紀の半頃メストレポポが、マクレレが栄えた。メストレポポは現在されているマクレレに造形成形した。マクレレは現在頭たを一つで打たれていて、一人歌の リードをし、ダンスを見ている人たちが、歌の答えを歌いながら、手でリズミカルに叩く。昔は、いろいろな楽器が使われていた。ボアノイチプラクエム、イーデボアノイチリードボアノイチプラクエム、イーデボアノイチボンディアプラクエム、イーデボンディア、エーベンサオンメウパパイエー、バンカーをまくられイーオーレイダボランタ。コーラスボアノイチプラクエム、イーデボアノイチボンディアプラクエム、イーデボンディア、 エーベンサオンメウパパイエー、バンカをマクラレイオーレイダボランタ、ソイユーマクラレリードソイユー、ソイユー、ソイユーマクラレ、ソイユーコーラス、ソイユー、ソイユー、ソイユーマクラレ、ソイユー、ありがとうございます。